今日も寺下に来てまして、東伊豆の、伊豆半島の、東の方にあります、城ヶ崎海岸というところがありまして、その中の一つの磯の寺下の磯っていう、比較的有名な磯に今日も来てまして、そろそろ仕掛け作りをしていこうかなって感じですね。最初は泳がせをするための仕掛けだけを先に作っとこうと思います。よし、できた。これ泳がせ用の仕掛けですね。リールが含んだようなフリムス6000番ですね。 2P の 2.5 号の先に15号のナイロンを約どうだろう 5メートルぐらい巻いてある感じですね。今日は泳がせはエレベーター方式っていうか、重りだけつけてドボーンって投げ込んで、魚が釣れたらスナップで道板に引っ掛けて、で自由に泳がせるっていう感じで、表層の方を泳がせることができるんで、もしかしたら朝方とかアーモンドが釣れればいいなとかって思ってます。でこの先にステイトと重りをつけるって感じですね。でこれをぶち込んどいて、周りに今日は調光者がいてたんで、あんまり泳がせしようにも投げれないですね。海水温がだいぶ低くなってきたんで、難易度深さも前みたいにハタンポとかあんま釣れないと思うんですね。でこれナイロンの3号ですね。これステイト適当にで、重りがこれ13号あったかな。でこっちはもう強度あんまりいらないんでフリンチノットで作って、はい、こんな感じでとりあえずぶっ込めるやつをその奥の方に投げたいな。深さの邪魔にならないようなところにピットンを立てるんで、どこに立てれるかな。こいつはよし、じゃあ深瀬の準備をしていきたいと思います。竿を今日も極小ですね。極小の1号530ですね。リールがダイワのインパルト 2500SHLBD、シマノでダイワでちょっといびつな組み合わせであるんですけど、たまたま持ったリールがと竿がこれだったのでご容赦ください。最初のライブの時に穂先が折れて、大変なことになってたんですけど、幸い先詰めちょこっとで元に戻せたんで、不幸中の幸いというか、あまり大事に至らず良かったです。前回はどうだろう、比較的型がいいのも釣れて非常に楽しい釣行だったんですが、そっから丸1ヶ月ぶりですね。前回釣行したのが11月の3日だったかな。非常に良かったんですけどね。いつも通りの仕掛けでいきたいと思います。夜の間は、電球機つけてスルスルでやろうと思います。電球機この空間の中に入れて、もうスルスルで針の重みで自由落下するような感じにしといて、塩気右下が2ひれぐらいにイメージしてね、こんな感じかな。針は狩杉尾長の6号という軸の長いやつでね、とりあえずは行ってみようと思います。最後に必ずこの引っ掛けて、とりあえず仕掛け完成ですね。とりあえず明るくなるまではあれで遊びたいと思います。さあ第1投開始しますよ。とりあえず囲い餌でいくか。はい、じゃあ第1投やっていきます。よろしくお願いします。その辺たわわの先あたりをとりあえず適当に狙っていきます。全然ちょうどいった。息止めをつけてないんで、まあ、多分ね、そんなにはね、仕掛けは入っていかないと思うんですよね。多少フローラがやっぱたるむんで、そこで当たりは出るはずだと思うんですよね。なんかピュッピュッってなってるんで。違うか？当たったけどね、今。食われてるね。ついこの間はね、20度ぐらい快温があったやつが、もう18度を切ってくるかどうかっていう時になってきてるんで、冬っぽい海になってきて、多分ほとんど釣れないんじゃないかなと思うんですよね。まあ、ハタンポとかもいないんじゃないですかね。あれもね、南の方の魚なんで、もうちょっと寒くなったらいないでしょ、多分。18度ってのはやっぱり一つの冬に入りかける境目みたいな温度だと思いますんで、まあ、今日は18度っていうことで。さあ、綺麗に残ってるね。小魚が釣れてくれないと、泳がせしようにも何もできねえよね、あれじゃ。いや、これちょっと今日厳しそうですね、なんか。全然こう生体反応がないですね。これはちょっと夜が明けて暖かくなるまで厳しいかもしれないですね。どうだろう、明け方近くになってきて寒くなってきたな。体はね、防寒着着てるんで全然寒くはないんですけど、足だけがね、つま先だけはちょっと寒いですね、この冬の釣りって。夜が明けてきましたが、今のところ当たりっぽいのは1回あったけど、それだけですね。1匹も釣れてなければ何も釣れてない。なんか働きっぽいのがあったような気がしたけど、違うか。ライン走らないもんね。スルスルなんで、当たればなんかね、ラインに来そうなもんだけど。ん？なんか来てる。ああ、食ってる。なんだこれや。コッパっぽい。ファーストバイトはなんだこれ。コッパっぽいけど、はい、お約束のハタンポです。これでとりあえず泳がせの餌ができたんで、よし、積んできたぞ泳がせが。よし、とりあえずこれを投げ込んで。どこに行ったか全く分かんないけど、ここが意外と高くて難しいってことがバレてるでしょ。これが接種にもちょっとなかなか難しいな、これ。よいしょ、はい。早くやらないと弱っちゃうよ。で、これでめっちゃ泳がせるやつが動いてんだけど、あれなんだろうね。ハタンポであんな動くかな。めっちゃ当たりっぽい。でも波かもしれないしね。マジね、わかんないよね。これはお腹っぽいっしょこれ。耐えて耐えて。よし、ほい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 。おはぐれじゃないこれ。落ちちゃった。おお、来た来た来た、なんかちょっと待って。やばいやばい。めっちゃドラグ出てる。めっちゃドラグ出てる。よいしょ。よいしょ、剥がした。よいしょ。よいしょ。あ、軽くなった。なんだ、外れた。うわ、切れてる。はあ、すげえの肩もんな今。なんかはい、泳がせ終了。泳がせ終了ですね。もう上の方から切られちゃった。これは40あるんじゃないこれ。そう、青ままでダブルヒットすると思わなかったな。はい、おはぐれですねこれ。よっしゃー。はい、これは40いってるっしょ。40.5 ぐらいだね。40.5 センチのおはぐれですね。よっしゃ。しかし泳がせがもう終了とは絶対洗うものやな今の。すんげえ引きやったもんね。あ、もはやこれで目的を達しちゃったんだ今日。今日の目的はね、40センチのグレを釣りたいってことだったんで、あそこ目標 40.5cm。 いやー嬉しい嬉しい。多分 40cm あると引いちゃうね。ちぶとやね今ね。この辺で手前来たね。次ちっこに釣れたらまた泳がせしますかね。来た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 。これも来た。ああー外れた。切れたっぽいぞ今の。外れたか。今のもね結構いいサイズで、まあ、でもさっきの40の時とだいぶちょっと引き違ったんで、どうだろう30後半ぐらいの雰囲気の引きでしたね今。なんかねたまにねコツンとするんだけど、当たり入れるまでもないような、あれで当たり入れなきゃいけないのかな。でもねさっきの2回当たりあって1回ね40cm 釣れた時はあれスルスルなのにめっちゃ綺麗にね浮きに当たり出たんで、おそらくまだ活性高そうなんでしっかり浮きにね当たりが出るはずなのに。なんだベラちゃんか。よいしょ泳がせ来た。泳がせいやーでも 40cm 釣れてよかったな。今日ゆうさんありがとうございます。初見今、深瀬釣りの方は日糸 P の 0.8 号ですね。でショックリーダー 2.5 号のナイロンを、まあ、5m ぐらい入れてます、ね、でハリス 10m、2号ハリスを 10m ロングハリスをしてます。今夜だったんで浮きを電球機をつけて引き止めなしでやってます、まあ、それでさっき 40.5cm の、まあ、フレー釣れたって感じです。泳がしの方はもうぶち切られたんでもうどうでもいいです、まあ、二刀流のダメなところおっしゃる通りですね。ただまさかね本当に同時のタイミングにね、しかも私が多分泳がせやってる中で過去最高のでかいやつがかかったんです。めっちゃドラグ出てたらしいんで引っ張られたので、まさかねこんなことになるとは。せっかくねベラ釣れたんであいつで泳がせをしようかな。入れてすぐだったんでねまさか青物来るとはな。しくったな。しかもねあっちの方に投げてどんぶかになっててなんか駆け上がりみたいになってるんですね。そこに駆け上がりみたいなとこに引っかかってこすれちゃったんじゃないかな道とか。とりあえずでも片っぽは取れたんでよかった。決まりのね両方逃がしちゃうパターンだったらねすげえ痛い。いやそうだアリエクで調達した残り使おう天秤。アリエクで30本ぐらいで 2ドルだから300円400円ぐらい直結しかないんでちょっとね不安なんですよね。 P 直結は P の直結の場合は私は三重結び漁師結びをやってます。3回タルカンの穴の中を通して最後に3つの輪っかの中に2回通す。これね P レブとサルカンの直結でも止まるんで、なのでゆっくりと締めていく。破裂が8号しかない。ここも三重結びで。と。よし、こういう仕掛けですね、今度。この変なパイプみたいなのを通して。これもう誘導になってるんで、本当はダメなんですけど、自分でもここに浮きをつけるんで。これだと結構ちっちゃすぎて沈んじゃうかな。これどこにいるかが分かるサイズですね。中華青物が欲しい。今日はちょっとね、家族から前々回かな、25センチ以上のグレは結構釣れてね、30匹ぐらい持って帰ったんですよ。30匹も持って帰るとシルドだけ足りずに、もう冷蔵庫は全部がもうグレだらけになって、まあむっちゃ怒られまして、で来るなと、今日は本当に 3,4 匹しか持って帰れない、ごめんよごめんよごめんよ。うわ、だいぶ糸出されて、めっちゃ減った P が。なんじゃこれ。P めっちゃ減ってんや。これ使えますよね。こうあるとないとやっぱ全然違うわ。2頭を得る作戦は、こいつなしではありえない。多分、うちの浮力は全く足りないんで、右の人には迷惑かけることはないと思うけど、この辺だね。魚がいるんで。動いて動いてよ。ベラーじゃ食ってくんないか。じゃあこっちで釣ろう。大丈夫。地元 OK。左に潮を引き始めた。向こうに投げ直そう。隣の人引っかかったら嫌だしね。これ光ってる。最悪。最悪。あ、取れた。やばい、めっちゃあかんパターンやね。やべやべやべ。お分かりいただけただろうか。切られた。あれ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 、なんか来たぞ、なんか来たぞ。本当にでかいのがまた。よかった、竿切られなくて、竿折られなくて。うわ、ひどくなったなこれ。あれはシーバスやな、多分あの位置で食ってきた。ついてない。泳がせ2個とも取れなかった。バタついて。また仕掛け作るしかないよね、これ多分。ついてない。ここで、電気浮きをやめます。私の仕掛けは、0ピットの00ですね。マスカットグリーン。で、ゼロピットの00で、ハリス2号なんで基本的に沈みます。で、針も変えようかな。開始4号ぐらい針からいきます。かかりすぎ口太の4号からいこうか。アイングリはね、ほんとやっぱすごいですね、あの針ね。釣れるんですね、軽いから。渋い時に細いねハリスと合わせると効果抜群で。よし、できた。仕掛け交換完了です。左に流れてるね。ちょっと全くわからないね。糸はこっち側に出てる。こっからね、こう出てる。さっきなんか右の方に出そうな流れだったんだけど。まあ、ちょっとどっかのタイミングで一回上げてみようか。どっちから浮きが出てくるのか。表層右の底潮左ってことかな。あ、左にあるわ。だいたい今多分30秒ぐらい流してるんで、一回上げて、餌があるかどうか確認します。餌残ってます。待って、7順まで待って。で、餌が後から。この先当たりかな。実は当たりだったんや。木が右に流れる、うん、いい流れは多分左の奥の方に流れてんだろうな。まっすぐもう多分餌ないんだろうな。餌あった。恥じられはした。餌取りっぽいね。なんか泳がせの餌も手に入らない。浮きがね、なんか左に取られてるんだよね。ここだけかな。ちょっとわかんねえな。しかもあんま馴染んでないしね。違うか。そう残ってっからね。そろそろ網指ができてんね。よいしょ。釣れないですね。餌食われてもないしね。あれあれあれ、かかったと思ったのに。当たりがあったけど気にしなかった。パコ入ってるけど基本同調できてないんだよな、これ。なんか対策見えないな、今のところ。渋いんかな。渋いんだったらまた針を落として針を落とすみたいなことが多分必要になってくるかな。餌取りね、出てきてないんだよね、全然。の割には餌取られるんだよ。なんでだろうな。それがなんかいるね。なんだろう。よいしょ。いすずみ白いよ、なんか暴れるし。んなもん。単 G6 でちょっと様子を見て。まあどうだろう、長だね、チグじゃないんだ。でも30センチある、長31センチ。見てた、飲まれてるぜこれ。あいごか、あいごか。大きくないけど。あいごだよね。そうだよね、あいご。ずいぶんスリムなあいごだね。35センチぐらいのアイゴかな、あれ。ずいぶんなんか細かったよね。もちろんアイゴって太いイメージがあったのよ。じゃあ、よいしょ。うんこしてる。うわー、やべえ。うんこ飛ぶからやめろ。よいしょ。ただ今のも結構深いところに仕掛け入れてようやく釣れるぐらいなんで、どうもね、なんかクロスするんですね、こっち側に。浮きと仕掛けは流れていって、ただ少しはなんか右の方に行ってんだよね、右奥の方に。量刑やなこれ。今が多分35センチぐらいのイス積みですね。深いなやっぱり。基本潮はあんまり動いてなくて、今どっちかというとこう奥の方に、こっちの方に流れてって、ただ上潮はすごい二枚重で右にずわーっと流れていってるんで、うまくそこまで落として、でそこの潮で合わせるようなイメージでやってます。なのでこの辺ですよね、入れて仕掛けは結構離しておくんだよ、胸に入れて。アイゴをまず処理します。これアイゴですね。ちょっと青あれはこのヒレに、ね、毒があるんです。全部ハサミで切ってあります。でこれはフンドも危ないらしいんで捨てます。内側に毒があるかどうかは知らないですけど、こっちも捨てます。ちょうどいいんでこの辺も毒ないけど、迷子ね、干物にするとうまいですよね。ということで私は意外と好きですね。よし、これであとは内臓をね、よし、これ洗ったからまあなんとかでしょう。今日40センチ一番でかいですよ。締めをします。いろんなやり方があると思うんですけど、眉間のところあたりかな。で入んないな。来た来た来た。あ、はい、入った入った入った。これはい入った入った。よっしゃ、神経締め完了。にね、一回流しとくと全然帰るとき楽ですよ。カチカチにならない。この感じはどうなったかな。緩やかに向こうに行ってる感じかな。あ、もう軽い針するしかない。バイングルード。針をファイングで4号に変えました。やー難しいな。来て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 食われた。いい食いたい。またこっち向け来るじゃないこれ。久々にこれもなんかいいサイズだなこれ。30後半やなこれ。いるいるやべえ。ストーブやったでかいからさ。どうだろう、40はないけど30後半はあるよねこれね。今日ね GoPro に TPL レンズ、変光レンズをつけてるんですけど、どうですかね、なんか映りって。通常海ってねこう反射してコントラストがあまり出ないくなるんで TPL フィルターっていう変光フィルターをつけて、映りとか良くしたり、あとは海中の中が見えるようになったりっていうことがあるんですけど、今日どうですかね。違うか。これも結構いいサイズだねこれ。あ、そんなことなかった。いや言うても30あるなこれ。まだお腹じゃん。今が33センチですね。流れがね、右になってきて、後ろから風がこう追っかけるような感じで、比較的流れとね上潮が一致してるんで、流しやすいですねここからは。この位置からもう一回同じ攻め方でいってみます。ちょっとさらしかけて流さなかったな。私が邪魔してちょっと流さなかったな。そこ今度あっち側がこう自然になんか流れて流しやすかった。後ろから追っかける感じでこませがちょうどいい感じ。すげえ流しやすそう。もう1匹ぐらい釣りたいな。そこそこのサイズを。ああ、かからりませんでした。ちょっと悩みどころやな。ハリスを変えるかな。 1.2 号まで落とすか。2号でちょっと本当に見抜きしてくれないような気がするな。ハリスを変える。で今、アリスをですね、1.2 号に落としました。で、ハリもファイングレーのこれ2号ですね。そこだね、そこのちょうどさらしが両方から来るんで、糸がまっすぐね流せるんで、ちょうどそのクロスポイントのところだって、この辺かな、この辺からずーっと流していくような感じで。慣れてる。ああ、モロハの剣やな。かからない、取れないからな、本当に飲まれちゃうと。今は多分お腹に飲まれたんだな。仕掛けがきれいにこう入ってくれないわ。ここだったらやりやすいわ、これ。切れたか、切れたか。めっちゃ短くなってんじゃん。1.2 号のシャブである程度切られるのは想定やけど、想定今のでかかったな、本当にでかかった。何なんだろう今。疲れただろう。手が痛いよ。よし、口太。おー、両径口太、いいサイズな口太じゃないですか。これ30、35センチですね。よし、あとちょっとだ。3個ぐらいじゃないかな。どうなんだろう。おまけがもうない。この時の攻め方について簡単に解説させていただきます。真ん中で濃くなっている箇所は潜り潮といって縦方向に沈む海流が生じている箇所となります。ここのポイントでは仕掛けも沈めば、コマセも沈みます。風や上潮の流れを利用して仕掛けをここに流し込み、うまく潜り潮の中でコマセと差し餌を同調させて魚を釣っていきます。詳しくは別動画にしていますので、そちらもぜひご参考ください。ああ30センチあるよねこれは。よし、地元損傷なし。ああ量計じゃないですかこれも。32センチぐらいかな。32センチ。いや楽しいわ。1.2 号でやるこのスリル感がたまらんねこれ。ハリス変えると挿絵の動きが不自然じゃなくなるのかな。地合いっていうわけじゃない、まだ夕まずめ全然先だし地合いっていうわけじゃないと思うんだけどな。2号のハリスだと素通りされたやつが 1.2 号とファイングレーの今2号つけてるんですけどでやると素通りされずになんかいけるんですよね。なんか潜り銃で入ってってうまく拾ってもらえるとザバーンバチ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 って。来たよ来たよ。よいしょよいしょ。これもそこそこいいサイズだ。おもれー。見て、口打と30センチある。この30センチ結構大きいね。これ33センチ。恐るべし2号ハリス& 1.2 号。ああもうオリジョンの方が行かなくなったな風のせいで。潮の流れが変わってる。V字を使って突破せよ。潜り場でいい感じで同調した。これはいけんちゃう。なんか適当にいったやつがうまく入ったな。あーでもちょっと上が滑ってるからめっちゃ斜めってるな。あ無理か。さっきまでまっすぐ入ってたのにね。醤油が上が滑り始めたかな。よし、おしまい。はい、ありがとうございました。よかった、楽しかった。はい、終了。よいしょ、片付けちゃう。チャンネル登録といいねをぜひよろしくお願いいたします。